静香ちゃん、翼、聞いて聞いて。今ね、すっごく悩んでることがあるの。珍しいわね、未来が悩み事なんて。どうしたの？あのね、差し入れのおやつ、今日はクッキーとお団子なんだけど、どっちを食べたらいいかな。両方食べればいいんじゃない？どうせレッスンで運動するんだし、私も後で食べよっと。ふぅ、もう真面目に心配して損した。別に褒められてはいないと思うけど。お疲れ様です、プロデューサー。プロデューサーさん、今日は何時にお仕事終わるんですか？私と遊びに行きましょうよ。はっ、プロデューサーさんやん。なあ聞いて、私らめっちゃ頑張ったんですよ。私とナオちゃんでボイストレーニングだったんですけど、先生が声が出てるねって褒めてくれたんです。何事も基礎はしっかりですもんね。でも思いっきり声出したからお腹すいたな。それじゃあ何か作るよ。腹ペコさんはほっとけないからね。みんなも食べる？みなこちゃんいいの？やったやった。それよりプロデューサー、私たちに何か用事があったんじゃないんですか？新しい曲って、新曲だ、誰のですか？もちろん私ですよね、プロデューサーさん。私の新しい曲？やったーやったやったー。プロデューサー、説明してください。どうして私の曲はないんですか？そうですよ、私だって新しい歌が歌いたい。未来ばっかりずるい。いいのいいの。絶対、絶対に約束ですよ。私、待ってますから。私も楽しみにしてます。プロデューサーさん、私らは、私も新しい曲歌いたいんやけど。わっほーい、楽しみにしてますね。未来ちゃん、新曲おめでとう。ありがとう、みなこちゃん。どんな曲なんだろう、早く聞きたいな。プロデューサーさん、すごーい。
れ、なんかうまく歌えない。なんでだろう。すみません、もう一回お願いします。プロデューサーさん、ディレクターさんに怒られちゃいました。自分でもなんか違うなって思うんです。でも言われたようには歌えなくって。しずかちゃんや翼より先に新しい歌をもらったのに全然上手に歌えないなんて、私全然ダメだ。え、アイドルの一番の魅力ですか？歌が上手で、あ、ダンスがかっこよくて、それからすっごく可愛くて。大変です、プロデューサーさん。私どれもそんなにすごくないかも。しずかちゃんは歌が上手だし、翼はダンスも上手だし、なのに私だけいいとこあんまりないかも。あのプロデューサーさん、ちょっと聞いてもいいですか？最初私と初めて会った時、どうして私のことをオーディションに誘ってくれたんですか？しずかちゃんや翼に比べたら私いいとこないのに、どうして私のこと合格にしてくれたんですか？私アイドルなのに全然すごくない。今の私ですか？私は元気なアイドル？あとはやっぱり思いつきません。元気なだけじゃ全然ダメなのに。でも元気って本当にそれだけでいいんですか？そうかな。元気なアイドル。アイドルに、はい、宿題。いたいた、未来。
もう未来、ちゃんとスマホ見なさいよ。どこにいるか書いてないから探しちゃったじゃない。通知いっぱい来てた。ごめん。でもよかった、しずかちゃんと翼が来てくれて。よかったって、そりゃ来るわよ、呼ばれたんだもの。そうだよ、未来が呼んだんだよ。変なの。そうなんだけど、レッスンで疲れてるかもって、だから無理かなって思ったんだ。それはだってね。うん、だよね。ん？だからそれを言うなら逆っていうか、疲れてるから未来に会いたくなるの。え？そうなの？しずかちゃん、それ本当に？私にだけ聞かないで。だからそうよね、翼。うん、未来ってなんか面白いんだもん。一緒にいるとすぐ笑っちゃうし。え、何それ、絶対褒めてない、ひどいよ翼。ほら笑っちゃった。やっぱり未来は面白いな。そうね、悔しいけど、そんな未来だからあの曲をもらえたのかも。え？それより未来こそどうして私たちを呼んだの？何かあった？どうしてってレコーディングがね、うまくいかなかったんだ。私ダメだって思って、それで二人に会いたくなって二人に会って。あれ、私たちと会って元気になりたくて。なんだ、未来も同じなんだね。そっか、そうなんだ、元気になれるのってすごいことなんだ。どうしたのよ急に。プロデューサーに変なこと言われたの？うん、プロデューサーさんにね、元気になるのはすごいことだって言われたの。プロデューサーが？そうなんだ、未来にそんなこと。あのね、私ちょっと宿題とかも出されて、もうどうしようって思ってたんだけど、もう平気になっちゃった気がする。しずかちゃん、翼、ありがとう。別に何もしてないわよ。でも元気が出たならよかったかな。ねえねえ、それより早く帰ろうよ。私アイス食べたいな。アイス、うん、私も食べたい。ほらしずかちゃん、早く行こう。私は行くって言って、まあいいけど。それじゃ今日は翼のおごりね。プロデューサーさん、あのお願いがあります。私の新しい歌なんですけど、次の公演で歌わせてくれませんか？レコーディングの前だから歌いたいんです。私ライブで歌って、会場のみんなを元気にして、それからレコーディングしたいんです。絶対絶対みんなを元気にしてきます、約束します。ダメですかプロデューサーさん？
春日未来頑張ります。みんな、今日は本当に本当にありがとう。私は楽しかったけど、みんなは楽しかったですか？ありがとう。嬉しいな。ライブってすっごく元気になりますね。私、これからももっともっとライブがしたいです。頑張りますので、よろしくお願いします。おいしい。ステージの後のおやつってなんでこんなにおいしいのかな。未来、せめて着替えてからにしたら？衣装が汚れちゃったらどうするの？私もお腹空いちゃった。一つ食べちゃおうっと。こっちも美味しい。でも未来と翼の気持ちもわかるわ。私もさすがにお腹ペコペコやもん。うんうん、かなりカロリー使ったもんね。未来ちゃんのステージすっごく盛り上がったし。あー、やっぱり新曲っていいな。そういえば最初にオーディション受かったのも未来だよね。うん、私が最初？そうだったっけ？あ、私もプロデューサーさんに聞いたことがあるかも。未来ちゃんってオーディションが始まるより前にプロデューサーさんに会ってたんでしょ？そうなんです。プロデューサーさんがサンキュープロジェクトのポスターを貼ってる時に。未来が自転車で突っ込んだんやっけ。二人ともよう怪我せえへんかったな。そうだよ未来ちゃん、気をつけないと。自転車に乗ってるときはちゃんと前を見てね。はーい、ごめんなさい。やっぱりプロデューサーにとって未来は特別なのかな。特別？だって自転車でぶつかってきた女の子をスカウトするって、なんか運命的っていうか。言われてみればちょっとドラマみたいだね。だからプロデューサーにとって未来との出会いは運命で特別なのかなって。運命で特別？それってプロデューサーさんが私を好きってこと？違うわよ、何言ってるの。だってプロデューサーが未来をなんて。あれ、そんなのダメ。プロデューサーさんは私のだもん。私のこと好きですよね。だから次は私に新曲ください。お願いします。翼、抜け駆けするなんてずるいわよ。次は私ですよね、プロデューサー。そういうことなら私たちも立候補しますよ。でもとりあえずみんな着替えるのが先かな。
そうでした。みんな早く着替えて打ち上げ行こう。お願いもそこですればいいよ。そうね。じゃあプロデューサー絶対来てくださいね。プロデューサーさん元気出してもらえてすっごく良かったです。プロデューサーさん、はい褒められちゃった。あ、そうだ、私未来飛行のレコーディングの時いろんなことを思い出したんです。知らない曲なのにみんな盛り上がってくれたなとか、赤いコンサートライト綺麗だったなとか、あとは私が新曲を上手に歌えなくてうーんって悩んでたら、しずかちゃんと翼が来てくれたなとか、そういうことをいっぱい思い出しながら、でも楽しかったなって思ったら歌えちゃいました。お、もしかして本当はダメでした？よね、ライブすっごく楽しいし、みんながわーってなってイエーイって感じで、ファンのみんながすっごくニコニコしてくれるから私もつられて楽しくなっちゃうのかな。あ、それです。さすがプロデューサーさん。私、みんなが元気になるようこれからもいっぱいいっぱい頑張りますね。それでずっとプロデューサーさんにプロデュースしてもらえたらいいな。